皆さんこんにちは。インマ界2カムラン第4回やっていきましょう。前回は円卓騎士のダンジョンから秘宝と地下通路の鍵を手に入れたとこやったな。大樹の柱に秘宝を収めたら柱に光が灯ったね。ええ、これで円卓騎士のクエストは完了ですね。一仕事終えてなんかすっきりしたな。でも柱はあと4つ、先は長そうだね。まあ1個ずつこなしていきましょう。とりあえず今回は洞窟のダンジョンを進めたいと思います。そういえば洞窟も鍵がかかって進めんところがあったな。第2回でカムランの丘の宝箱から鍵を見つけてたよね。そうですね、その鍵をちょうどここで使います。よっ、日誌が更新されたな。漆黒の底にヴィヴィアンの大穴クエスト第2段階です。鍵のかかった扉を開くことができた。この奥から強い魔力を感じる。慎重に進めるとしよう。ボス戦かな。ボス戦はまだ先ですが、この先は新しいインマが登場するので注意しましょうね。うわ、でかいカニがおるで。大きくて強そうだよ。そんなに強くはないんですが。おひっ、あっ、あっ、あっ、くちくちペロペロ、キリタン気持ちいいね。脳みそいじくられて外観直接流し込まれちゃうな。頭の感覚で満たされる。暖かくてチンチンして気持ちいい。いっちゃえ、脳みそバカになっちゃえ。はあ、剣士ちゃん気持ちよすぎて行っちゃったね。脳みそ直接侵される快感は剣士ちゃんにはまだ早かったみたいやな。おっ、おかえりキリタン、よく眠れたみたいだね。ええ、すみません。なんだかぼーっとしちゃってました。ええやで、もっと快楽に身を任せていこうね。まったく、変態さんですね。さて、そうこうしているうちに、ヴィヴィアンの大穴、最深部に到着です。うわ、すごい立体的な木組みの建物やな。ヘリコプターまで飛んでる。あれも木でできてるみたいだね。映画ホビットのゴブリンの洞窟みたいな雰囲気やな。ゴブリンの王様とか出てくるのかな。残念ながらここはモンスターはあんまり出てきませんね。そっか、残念やな。剣士ちゃんがゴブリンの大軍に襲われる展開を期待したんやけどな。ここは謎解き要素のある立体的なダンジョンって感じですね。光る石と光る台座、これが謎解き要素かな。ええ、それぞれの台座に対応した色の石を置くことで次の部屋への結界を解除できるんです。面白い仕掛けやな。ゼルダの伝説みたいだね。ゼルダみたいに正解の音は鳴らないので仕掛けに気づかず通り過ぎちゃう人も多いみたいですけどね。同人ゲームやからな、完璧を求めすぎたらキリがなくなっちゃうで。確かにメインはあくまでエッジ要素ですからね。さて、青の台座に到着。青いと同じ綺麗な青色しとるで。えへへ、同じように他の台座にも集めた石を置いていきましょうね。ほいほい、よっ、ほっ、これで全部だね。ええ、これで結界が解除されるはずなんですが、バグで解除されないことがあるのでそういう時は一旦セーブしてロードしましょうね。バージョン 1.06 では修正されてるみたいやけどな。さてボス戦です。ニムエの崇拝者。でかい雲みたいな見た目やな。サソリみたいな尻尾もあるよ。気をつけてね。ええ、攻撃力が高いので油断は禁物です。安全運転で行きましょう。 HP が半分以上減ってるで。悪魔の肉の効果ですね。HP の3分の2を失うとなり60秒間攻撃力が2倍になります。あとは悪魔の抗体で防御力アップ、月光で経験値2倍、騎士眼でクリティカルをアップしときましょう。バフや守りやな、蜂蜜酢で HP もほぼ全開、いい感じだね。逃げながら水霊を召喚。水辺の生き物に水魔法は効くんやるか。硬直してるから足止めにはなってるみたいだよ。青いバラを発動したんですが効果が短いですね。あらら、やっぱり水系魔法は効果が薄いみたいだね。外しちゃったな。引き打ちするの結構難しいんですけど、
倒したで。やったね、キリタン。なんか閉まらないですが、まあいいでしょう。ボスの消滅エフェクトが綺麗やな。強敵を倒した時に光が飛び散るのは派手でいいよね。さて、二つ目の秘宝、湖の耳飾りをゲットしました。あとは地底湖の奥で最後の謎解きをクリアしてアイテムを回収したらクエストは終わりですね。そういえば第2回で石板に何か意味深な文字が書かれてあったが、ろうそく、カップ、十字、骸骨、盾、これが謎解きのヒントかな。そうですね、順番に台座を押し込めば祭壇の仕掛けが作動します。満潮の錬成法、新しい水魔法かな。直径30メートル範囲の敵全員に水霊の効果が発動する超強力な魔法です。錬成するのに水霊の魔法が必要になるので、あんまり無駄遣いはできないですけどね。群れに囲まれてどうしようもなくなった時に役立ちそうな魔法やな。ここぞという時まで温存していこうね。さて、カムランの大樹まで戻ってきました。早速湖の耳飾りを柱に収めましょう。二つ目の光が灯ったよ。大樹の見た目には変化なしか。でも心なしか剣士ちゃんの表情もやり遂げた感に満ちてる感じがするね。顔がいいからぼーっとしてても様になるだけかもしれんで。もうお姉ちゃん草生えますね。それでキリタン、次はどこに行くつもりなんや。次はマップの南端の砂漠に行ってみましょう。カールレオン低地を越えた先にある砂漠だね。移動のついでにアイテム回収も済ませちゃいましょう。山の上の宝箱も回収できたんやな。人面石を積み上げることで取れるアイテムもあるので忘れずに回収しましょうね。さて、到着しました、ルエンティナムスナチ。日誌によるとここにも大樹の秘宝が隠されているらしいです。日差しの強そうな砂漠やな。ケンシちゃん、日焼け対策してないけど大丈夫かな。多分衣服の魔力でいい感じに日光を和らげてくれてるんやで。ちょっぴり日焼けして黒ギャルっぽくなったケンシちゃんも見てみたいな。いいね、健康的な小麦肌のケンシちゃん。どうせ小麦色になるなら水着衣装も欲しくなってくるな。いいですね、私も黒ギャルは大好物ですよ。さて、ここからは砂漠っぽいモンスターが登場するんですが、うわ、ケンシちゃん、お尻の針で思いっきりぶっ刺されてるで。これ、快楽どころじゃなくて絶対痛いよね。大丈夫かな？一応ケンシちゃんは、インマの攻めは、大体耐えられる訓練ができてるので、大丈夫だと思いますよ。ちなみに、投稿者は病院で髄液検査をしたことがあって、背骨に太い針を挿入されたらしいですね。でも上手な先生だったので、痛くなかったみたいですよ。じゃあ次は、ケンシちゃんの気持ちを知るために大腸カメラに挑戦やな。おや、今度はおっさんモンスターが現れたで。このインマ全然反撃してこないね。もしかして人の心が残ってるのかも。いい人なら切りつけたこと謝らなあかんな。ただのおじさんかもしれへんしな。あ、来たおじさんはおじさんでも種付けおじさんやったな。全体重をかけての種付けプレス、どんなに必死で逃れようとしても両足をがっしり掴まれたら女の子の力じゃ逃げ出すことなんてできないよね。しかも靴下を脱がされて生足があらわになってます。この種付けおじさん分かってますね。キリタンは足裏フェチなんだね。うえへへへ。種付けおじさんも満足しておとなしくなったみたい。おじさん、お疲れ様。でも葵、このすごい腹肉を見てみ。うちらからは種付けプレスしてるように見えても腹肉が邪魔で剣士ちゃんに届いてない可能性もあるで。そんな種付けおじさんは自分の腹肉釣りで勝手に気持ちよくなって勝手に果てたって。お姉ちゃんはそう推理するで。腹肉おなほ、得しすぎだよ。剣士ちゃんが純潔を守れたかは議論の余地があるようですね。取りますよ。はい、チーズ。ふう、シャッターチャンスを逃すところでした。ノルマ達成かな。こんな偏僻な砂漠にアイドル級の可愛さの剣士ちゃんが来たらツーショットおねだりされても仕方ないような。ミイラ男さん、一生の宝物にしてそう。大事にしてね。
さて、砂漠の真ん中で寝ている巨人を叩き起こしました。こいつが砂漠のボス、デメタエの巨人です。さあ、始めましょうか。まずはかけれるだけ、バフを山盛りにします。悪魔の肉、獅子眼、そして春つぼみやな、そして、青いバラを発動。とう、やっぱり効果時間が短いね。属性とか関係なく、ボスキャラには効果が薄いのかもしれんな。ここからが本番ですよ。さっき練成しておいた新魔法を使いましょう。満潮、発動です。ガンガン行きましょう。両足に水雷がまとわりついてるね。威力も300オーバー、水雷の3倍ぐらい効いてるみたいやな。よっ、ほっ、さあ、くらえ。まあ、私が本気を出せばこんなもんですね。やったね、キリタン。早速満潮が役に立ったな。全体魔法なので、ちょっともったいなかったかもしれないですね。さて、第3の秘宝、トムノニア王族の証をゲットです。あの魔人は、王族の末裔やったんか。日誌に、何か秘密が書かれてるのかな？砂漠にいる巨獣を倒した。よく見たら、トムノニアの王族たちしか、持っていない勲章を身につけていた。もともとは人間だったけど、因果落ちしちゃったのかもしれないね。何かしらバックストーリーが隠されてるのかもしれないですね。さて、砂漠の最南端に到着しました。円卓のダンジョンで見たような入り口があるで、こんな場所、マップにはなかったよね。ここは一応隠しダンジョン扱いみたいですね。強力な魔法が手に入るらしいので、できればクリアしておきたいですね。せっかくここまで来たんやし、行ってみようか。わーい、探検だね。デメタエ寺院、なんか東南アジアっぽい雰囲気やな。今までとは違う雰囲気で、期待が膨らんじゃうね。ええ、ここではちょっと変わった敵が登場しますが、キリもいいので、続きは次回にしましょうか。せやな、剣士ちゃんもお疲れやで。次回までしっかり休んでね、剣士ちゃん。それではご視聴、ありがとうございました。また見てねー。本当おっぱい大きいな、この子。